僕自身4年前に北京オリンピックを経験させていただいて、4年前はメダルを期待されながら入賞という形で終わってしまったので、今年のロンドンオリンピックではメダルを取りたいという気持ちだけです。やはり震災から1年経って、まだまだ日本は復興しきれていない部分がたくさんあると思うんですけども、今年ロンドンオリンピック、日本中が注目する大会だと思うので、そこで日の丸をつけて戦うというところでは、強い日本を世界にアピールできるように、また日本に勇気づけられるようなレースがしたいと思います。やはりもちろん自分自身の自己達成もありますけども、やはり見てくださる、応援してくださる方が応援してくださって喜んでもらえるのが一番嬉しいので、そういった意味で日本中が喜んでもらえるようなレースができたらと思います。頑張れ日本。